はい、というわけでやってまいりました。皆さん明けましておめでとうございます。いやー、明けましたね。2020年明けましたね。今はね、1月1日の朝の9時です。いやー、こう日の出が、日光が眩しいですね。いやー、今年はね、ちょっといろいろと忙しくなりそうなんですけども、まあ去年もね、ちょっとバタバタしまして、車をね、全然洗えなかったんですよね。なので、今からちょっと車を洗いに行こうと思います。合流シード。いや、今年もね、安全運転で行ってみようと思います。まあ、2020年ホンダね、結構新車ラッシュといいますか、新しい車がね次々と出る予定ですよね。まずは、1月に、ホンダシビックですね。シビックの、マイナーチェンジですね。サンルーフがね今度つくタイプが出るみたいですね。であれもイギリス工場では作ってないのかな。次の別の工場かもしれないですけど、だいぶねなんかマイナーチェンジして良、くなりそうですね。で色がね結構かっこいいなと、グレーっぽいね色いいなと思います。で2月にね販売されるのが、アコードですね。アコードねもうアメリカでね販売してたんですけども、まあ、日本でもやっと販売するということですね。だいぶねラグジュアリー感が出ていいと思いますね。で、皆さんお待ちかねのフィットですね。待ってない？待ってる。いや結構待ってる人もね多かったんじゃないですかね。本当はね2019年の末に出る予定だったんですが、いろいろねパーツが揃わなかったりとかいろいろあったみたいで、2020年の2月に発売と、しかも14日ですね、バレンタインに発売するということですね。でまだね、ちょっと噂段階なんですけども、N1 が、まあ、夏頃ですかね、もう少し後ですかね、に、フルモデルチェンジするということらしいですね。でさらにこれも噂なんですけど、N1 のねなんかスポーツタイプ、タイプ R かなが出るということらしいですね。まあ、タイプ R はさすがに出ないと思うんですけど、まあ、ちょっとかなりのホットハッチが出る予定らしいですね。わからないですけど、はい、というわけで、洗車場に、着きました。これ今ね、元旦なんですけど開いてますかね。お、開いてるか、開いてるっぽいな。1台先客がいました。はい、ではね掃除していきます。今ね、ここ洗車場なんですけど、元旦はねすごい空いてます。奥の方にね1台だけ止まってますね。これ年末にするより元旦にした方がいいかな。で私のフィットちゃんね、もう5年ぐらい乗ってるんですけど、この間ねキーパーコーティングっていうのねやってきました。ダブルキーパーコーティング、ダブルダイヤモンドコーティングということでね、ほぼ1ヶ月ぐらい経ちました。それで全然洗ってなかったんですけど、これ水だれ、これ水だれっていうんですかね。わ、こうしたら落ちるわ。なんかね、結構やっぱ水はじきがね違うなと思いました。ほら、こういったね、ドア周りとかね、結構こう、ほら、こういうとこ水垢が溜まるんですね。この辺ね、一発洗車で綺麗になるかやってみようと思います。で、中もね、今こんな状態なんですよ。もう足元これ汚ねえな、砂だらけ。砂だらけでちょっとね、掃除しようかなと思ってます。おっきい掃除機ね、これ今からやります。あ、これ、こうか。はい、100円。これで3分間。お、もうこんな感じ？もういきなり始まってる。あ、これ届かへん、ひょっとして。あ、ひょっとしてこれギリギリ。おお、ちょっとそんなに強くないな。これシートも結構汚れてるんですよね、こういう隙間。あと何分もう半分ぐらい使ったかな。こっち届くか。あ、この距離。あ、届かへんか。あ、届かへん。
これ届かんかもしれん。これ一回ストップ、一回ストップしたい。一回ストップしたい。一回ストップしたい。できひんの？急げ。忙しいわ。忙しい、忙しい。忙しい。せめて全席を、この砂だけでも。あら、ああ。これ先にね、届くかどうか、試してからやった方がいいですね。これで、あ、届くね、ギリね。よし。いや、しゃあねえな。あと100円入れます。挿入。これ一時停止できるんや。ほら、あら、知らんかった。一時停止できたんや。あ、ここ。ここ、ほら、シュッと、シュッとね。あ、こんなんやってる時間ない。続きまして、自動洗車機入れてみようかな、あれ。ポリマーコート2洋服1500円か、一番高いの。これにしようか。シャンプー1洋服。こういうのね、倒しときましょう。いやー、しかしこんなん取れるかな。これ、あ、やっぱね、これ指でちょっとするだけで取れるから完璧になりそう。めっちゃ汚れてるよね。こういう日差しの下とかね。洗車機、自動洗車機ではなかなか落ちないかな。普通のこんなブラシタイプですね。平成28年の500円玉入れます。いらっしゃいませ、洗車コースを選択してください。押す。はい、スタート。うわ、怖い怖い怖い。レシートをお取りください。あ、レシート後で。あ、窓閉めろ、窓。始まりました。あ、ミラー、ミラー、ミラー。あぶね、あぶね。ミラー、ミラー閉じんと。こう横から、シャワシャワするタイプですね。正面と両サイド。まあ、よくあるタイプですね。いや、ダブルキーパーコーティングということで。これでどれぐらいピカピカになるんでしょうね。あとは拭き上げるだけですからね。わー、わはは。これ1往復で500円ね。高いか安いか。いや、でもあの正月ってね、あの洗車場空いてていいです、本当に。ちょっと窓開けてみますね。うわー、なんか上から水が、上から水が、はい、こんな感じです。わー、すごい。うわー、あかん、開けたらあかんやつや。びちょびちょなった。ちょっとこの水分でちょっと皆さん真似しないでくださいね。いや、びちょびちょなったわ。よし、これでちょっと車内を拭きましょう。あれ、もう乾かしに入ってる。往復というか、こう一回洗って乾かしながらこう出すみたいな感じですね。あ、これで500円か。もう1往復してほしかったな。まあでもこれで一体どれぐらい綺麗になってるか楽しみですね。綺麗に取れてますね。こういったね、水垢、垂れた水垢も綺麗になってました。あ、結構、どうでしょうね。このダブルダイヤモンドキーパーの効果、これ出てるんでしょうか。これね、ほら、ジャストカンパニー。これキーパークロスね、ネットでも売ってます。感謝。これね、専用のクロスなんですよね。まあ弾いてるか。よ。やっぱ専門のクロスだとね、柔らかくていいですよね。おお、綺麗になっとるような気がする。なんかね、水弾きが、やっぱこのボンネットのところね、ほら、ほとんどさっきの風でね、吹き飛んでますよね。そんな吹かなくてもいいんですよ。こういうね、プラスチックのところはね、コーティングしてなかったんで、
なんかやっぱり水が残ってるなという感じがしますね。そういやね、キーパーコーティングさんのね、YouTube チャンネルで、洗車機を、100回通してみた動画っていうのがねありました。洗車機ね、キーパーコーティングでね、こうガラスコーティングした後も、普通の、自動洗車機通しても大丈夫ということですね。こういうところがちょっと気になる。気にしだしたらキリがねえよな。よっしゃ、だいぶ気になった。いや、これで2020年やっていけるわ。いや、新型フィットね、出ましたけど、私ね、このフィット3結構ね、デザインが好きなんですよね。いや、でもやっぱ洗車するとね、車、また愛着が出ていいですよね。いや、缶コーヒーが飲みたい。あ、しまった。冷たいの買ってもらった。ではね、今年も安全運転で行ってみようと思います。2020年元旦の、洗車動画でした。じゃあね、バーイ。